当てようか。君は SV だろ。何ですか？スパイバージンさ、敵陣へ入った経験は？大佐は自陣にいる時も気負いすぎだと思います。陣地なんて刻々と変わるものだよ、バクエロ。陣地なんて刻々と変わるものだよ、バクエロ。我々は戦場を選ぶことはできない。陣地なんて刻々と変わるものだよ、バクエロ。いや、陣地なんて刻々と変わるものだよ、バクエロ。じっととどまっちゃくれない。だが心配するな。今回の任務はまだいい。最低でも戦うことができる。たまにはガーッとやらないと体に悪いよな。不思議だ。飛行に必要な技術と勇気にもかかわらず、体に宿るキルラーの精神は宇宙での戦いでは満たされることはない。それは個人的な問題じゃないか。我々は歩くよりも前からこの爪の立て方を教わる。野蛮だと思うか、野獣のようだと。いや、野獣も人間も殺しは殺しだよ。お前は最高のパイロットだ。余計なことをくよくよ考えるな。4分後にプロジェクトミーティングが早速仕事にかかろうか。どうぞ艦長。今日は私の得意な奇襲作戦を行う。ガス星雲を使っての死んだふり作戦だ。キルラーはガスで輸送船団を隠してここを横断する気だが、我々は存在を知らせず一隻ずつ片付ける。今回も輸送船は一隻も逃してはならない。それにガス星雲の中を飛ぶ危険については今さら言う必要もあるまい。この状況で奇襲作戦ができるのは最高のパイロットだけだ。君がその一人だと信じている。決して後悔はさせません。というわけで以上が今回の任務の趣旨だ。一つ言い忘れたが、フリント、君にウィングマンを頼む。以上だ。健闘を祈る。We'll be right back.
して攻撃しろ。攻撃開始。上がりっと。展開して攻撃しろ。攻撃開始。
ベミ。攻撃任務完了。ありがとうございます。すごいわ。どうも。かっこよかったっすよ大佐。